諸国百物語第24話、仙台にて侍の資料のこと。奥州仙台、ある侍が主人の命に背き、東願寺という寺で腹を切った。この葬儀を行うために侍を棺桶に入れ、その周りには10人ばかりの僧がついたが、夜も更けてくると僧たちは皆うつらうつらと眠り始めた。下座に座っていた2人の僧はまだ眠らずにいて、灯明の小さな光がぼんやりと照らす棺桶を、どこを見るともなく眺めていた。すると棺桶の蓋がカタカタカタと揺れ動いたかと思うと、棺桶から死人が這い出してきた。そして灯明のところまで歩いて行き、紙を引き裂いて子息を作り、灯明の素焼きの皿の油をペロリと舐めた。その後、上座に座って眠っている僧のもとまで歩いて行き、僧の鼻に子息を入れて吸いなめた。それから隣の僧と順に同じように吸いなめてゆき、下座の僧の隣まで来たとき、2人の僧はたまらずに逃げ出した。そうして台所に駆け込んで、慌てふためいておのおのがこの出来事を話した。皆は不思議に思い、例のところへ行ってみると、僧たちは皆眠ったまま死んでいた。棺桶はそのままそこに残っていたが、死人の姿はどこにもなかった。不思議ともなかなか類のない話である。人間の魂の重さは21グラムであるという話がある。アメリカの医師ダンカン・マクドゥーガルが人間の死ぬ際の体重の変化を記録した実験が根拠とされている。人の魂が口や鼻から抜け出る描写は漫画やアニメでもよく描かれているが、この話に出てくる死人は眠りこける僧たちのそれを吸いなめ取っているようにも見える。話の中に子息という言葉が出てくるが、これは細く削った松の木に紙を巻いて火を灯す簡易の松明であったり、油に浸して火を灯す芯のことで、いわゆる紙のこよりである。このこよりを鼻に入れるとくしゃみが出る。歌舞伎や狂言では、くしゃみをくっさめと言い、その語源は、くさめくさめというまじないだと言われている。古来より日本では、くしゃみをすると鼻から魂が抜けて早死にすると言われており、それを避けるまじないとして、くさめ、くさめ、と呪文を唱えていたのだという。つれづれ草にも、天が稚児の延命を願い、草め、草め、と唱える場面がある。この腹を切った死人の奇怪な行動は、僧たちの鼻にこよりを入れてほじくり、魂をかき出して、吸いなめとっているのではないだろう。